皆様こんにちは、まりみちゃです。今回は前回の購入品紹介の後半戦ということで、ダイソーでの購入品をご紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。ダイソーではね、今回はちょっとたくさん購入してきました。はい、では早速ご紹介していきますね。まず日用品からですね、ちょっと紹介していきたいと思います。まずはこちら、水切りゴミ袋ですね。これね、結構重宝しててですね、いろんな100円ショップで私は購入してるんですけれども、なんせアリス好きなもので、これがやっぱり一番好きですね。これね、アリスなんですよね。こんな感じで、これが私は一番好きで使ってます。これ15枚入りで1日何枚か使うので、こちら3つ購入してます。はい、でですね、次、こちらもリピ買いなんですけれども、こちらですね、これ便利って書いてありますね。お風呂ネット、お風呂の湯船のゴミすくうやつですね。これ何が便利かっていうと、こう後ろにね、ゴムとビーズがついてて、こう引っ張ってパンって離すと、ここの中に溜まったゴミがパンって弾き出されるという感じですね。これですね。めちゃくちゃ便利です、これ。今ね、これ、もうここのゴム切れちゃってなくなったので、新しく購入してきました。普通にゴムとビーズつければいいっていう話なんですけどもね。はい、めちゃくちゃ使えますよ。こんな感じで。はい、それと、めっちゃ本当に日用品です。かかとしっとりっていうことで、このかかと保湿サポーターですね。これもすごく私好きで、これもリピなんですけれども、これね、クリームを塗ってこれを履いてっていう形になるんですが、こっちがつま先ね、こっちが足首の方になります。こう内側がね、なんて言うんだろう、こうな、分かりますかね、こうクリームが蒸発しないような形のコーティングになってて、すごくいいんですよね。結構ね、つま先の先っちょの方までね、こうかぶってくれるので、結構足の裏バーってクリーム塗ってもベタつかないです。で、私はこれの上に、普通にモコモコ靴下を履いて夜寝てます。締め付けもそんなになくって、本当にこれはおすすめです。はいですね、保湿サポーター、1個ね持ってるんですけど、洗い替えにね、もう一つ欲しいなと思って購入しました。ちょっと入れ方が雑になっちゃった。はいですね。それとこれですね、はい、骨盤ストレッチ枕です。これ空気を入れて、こうゴロンとね転がってストレッチをするっていう形になります。こんな感じね、リラックスとか背中のストレッチ、お腹のエクササイズにいいということで、はい、これね、前に同じようなの持ってたんですけれども、破れてしまったので、こんな100円にあるんだな、ダイソーにあるんだなと思って購入してみました。ちょっと肩こりとかひどいんでね、ストレッチしていきたいと思います。はい、今回はね、次男くんと一緒に買い物に行ったんですけれども、うちの次男くんね、お母さんのストッパーにはならないんですよね。お買い物ストッパーにはならなくてですね、たくさん購入してしまったんですけれども、次はこれにしようかな。半透明千代紙桜ということで、これはね、一回このダイソーでのお買い物が終わった後に帰ろうと思って振ってみたらかかってたんですよ。で、あまりにも綺麗だったので購入
してきたやつなんですけれども、これだけはちょっと一回出してみたんですよ。見たくて。こんな感じですね。薄口のトレペですかね。すごく綺麗です。これとこちら、これね、同じに見えるけど同じじゃないんですよね。こっち背景がちょっと黄色くてピンクです。はい、うん、いいですね。それとこちら、すごい綺麗ですよね。とこちら、これはさっきのよりちょっとここの色が濃いやつですね。はい、これで封筒とかね、ポチ袋みたいな作ったら絶対可愛いなと思ってこちらの方購入しました。はい、で前回もね、キャンドゥさんのこの春物というか桜バージョンというかね、をご紹介したんですけども、ダイソーにもねたくさんあってですね、いろいろ購入してきたんですが、こちらですね、プチレターセット小花ということで、これ桜もあったんですね、こういう柄のね。だけどこの小花だったら、まあ春だけじゃなくても夏も使えるなと思ってこちらの柄にしました。封筒6枚と便箋12枚、シール1シートが入っているものですね。可愛いですね。はい、こんな形になります。めちゃくちゃ綺麗です。はい、それとよいしょ、はい、こちらの両面メッセージカードですね。春ということで、先ほどのプチレターセットと同じ柄ですかね。はい、になります。30枚入ってます。かわいい。とこちらですね、こんな感じになります。Have a good day。 ちょっとね薄めかな。セリアさんのね、前回の動画でご紹介したセリアさんのクマさんとかのやつですね、のメッセージカードよりは若干薄めかなっていう感じがします。はい、それとマステですね。100円ショップのマスキングテープは粘着がちょっと弱かったりもするので、あまり買わないようにしてたんですけれども、これはねすごく綺麗だなと思って購入しました。水彩ですねって書いてあります。こんなのとこんなのと、こちらの小花のやつは先ほどのこれと同じような感じですね。とてもいいなと思って2個、1個が6メーターずつですね、あるので、巻きも結構あるのでたっぷり使えますね。はい、こちらの方購入しました。よいしょ。はい、それとですね、こちら、はい、またカラーペンですね。これはマーカーペンになります。マーカーなのでこんな感じで太くも細くも描けるっていうものですね。これはシルバー、ゴールド、パープル。このマーカーでメタリックってすごい珍しいなと思って購入してみたんですけれども、ちょっと開けてみようかな。あー、ごめんなさい、揺れた。シルバー、どんな感じだろう。こんな感じです。こう先っちょがなんか書くものないかな。あ、この前の動画のやつがまだ残ってた。あ、すごい綺麗。なんだこれ、ちょっとこう斜めにして、ちょっと待ってね、こう斜めにして、あー、はいはいはい、ほらこんな感じですね。わ、いいな。でこう立てて書けば細く描けるっていう感じですね。こんな感じ。わ、すごくいいです。これは3本閉まらない、蓋が
おしまった。これ3本で100円。これいいですよ。他の色も試してみようかな。こうやってするから動画が長くなるんですよね。ちょっとお付き合いください。すいません。こちら、はい、パープルですね。あ、すごいいいですね。これパープル、メタリックのパープル、キラキラしてますね。こんなマーカーすごい珍しいですよね。これはなんだろう、ゴールドっていうよりは茶色みたいな感じですね。でもすごいいいですね。ちょっと買ってよかったな。なんかあのお絵描き用、お絵描き用っていうかね、あの漫画家さんが使うペンとあの同じようなペンがっていうので出てて、すごくあの人気があるっていうのはあるじゃないですか。あれもあったんですけど、私ちょっと使いこなせないなと思って、それはちょっと購入しなかったんですけども、これね、同じメタリックマーカーペンの色違い、緑、青、ピンクですね。はい、これも書いてみよう。まずはピンク。ちなみにこれはね、前回の動画でご紹介した3コインズのペンセットのものですね。もうね、ほんとペンセットがあると買っちゃうっていうのをどうにかしなきゃですよね。本当に。でも、あ、いいですね。これでも結構ね、今回あの厳選してペンセット買ってきたんですよ。なんかすごいたくさん可愛いのが出てて、どうしようかなと思いながら、これ緑です、わかるかな、うん、あのね、ストッパーにならない次男くんもさすがにもういいんじゃないって言ってたんで、そうだねって言ってこれだけにしてきたんですけども、青ですね。うわ、すごい綺麗。これはね、ちょっとおすすめですよ。これ手帳また華やかになりそうですね。はい、ということでこちらのメタリックペン、この2種類だけでした、あったのは。よいしょ、ちょっと購入してよかったですね。はい、また手帳に使っていきたいと思います。それと、こちらのフロストハンドルバッグの LL ということで、大きいのを購入してきました。これね、あのまたこうお友達とかにね、ファイルとかあの送るときにこれに入れて送ったら可愛いなと思って、うん、購入しました。4枚ついてます。どうしよう、ちょっと待ってね。よくしょ、そうですね、わあわあ、なんだかいっぱいあってですね。あ、まずじゃあこれ、これはフルーツチェンジカラフルイーマノド飴、あの息子のです。一緒に行った次男くんのものです。あのお菓子買っていいよって言ったら、あ、なんか汚い、お菓子買っていいよって言ったら、あ、イーマがある、あ、でもイーマ高いよねって言ったんですね。いや、ここ100円やよって言ったら、あ、そっかって言って購入してました、うん、普通に買うと高いんですよね。はい、ね、一応紹介しておこうかな。はい、それとこちらですね、こちらのギフトフレークタグベーシックということで購入しました。ちょっと中は出さないんですけれども、こんな感じで入ってます。裏面にメッセージをかけるということで、多分真っ白なんでしょうね。1,2,3,4,5,6,7,8 の5枚ずつかな、40枚なんで。はい、これはね、すごいあのベーシックなので、本当にいろんなことに使えそうだなと思って購入しました。かわいいですね。
はい、それとこちらお花です。この前ね、赤色のセットと紫とベージュのセットを購入したんですけども、ちょっと使ってみたらね、あまりにも良かったんですよね。なので今回はこちらの色を購入してきました。はい、いいですね、こちらと、あとね、その赤色のお花のセットと一緒に使おうと思ってこちらを購入してきました。このダイソークラフトっていうのは本当にね、いいですね。こうラメもあってすごく、いいなと思って、はい、こちらの方を購入してきました。はい、それとですね、こちらのシールですね。これね、これちょっとこう文字かけたりとかもしていいなと思って、こちらも手帳に使っていこうかなと思って購入したんですけども、これはね、2シート入ってます。2枚入っているので、まあまあ使えるなと思って購入しました。はい、どこに置けばいいのかわからんくなってきた。それとこちら、ホログラム中央紙ですね。これは6色が3枚ずつ入って、18枚入ってます。で、なんでこれを買ってきたかっていうと、なんかこんな感じでね、組み合わせできるのかな、ちょっとね、どんなだろうと思って買ってみたんですけど、わあ、すごいすごい、いっぱい出てきたあのね、わかるかな、ほんとペラペラなんですよ、これペラペラ、あ、くちゃくちゃになっちゃう、ペラペラです。今自分が映ってしまいそうでとても怖かった。ね、何か、あ、これかな、かぶせてみると下には、あ、は映らないですね。すっごいペラペラの、なんだろう、紙ではないです、これは。出したらいっぱい出てきた感じで、こんな感じですね。ちょっと全部は出さないでおきますね、片付けるのが大変そう。これね、この作る例に手裏剣があるところが渋いですよね。はい、ちょっとここに惹かれてしまいました。はい、ちょっとまたいろいろ使ってみたいと思います。どんなだろうなと思って購入してみたんですが、こんな感じでした。はい、で、あとはですね、ここからが私が本当に欲しくって購入してきたものです。結構ね、皆さんこう購入品紹介で出されてるものなんですけども、こちらですね、こちらディズニーのデザインペーパーですね。5柄の各6枚で30枚入っているものです。いやー、これはね、ちょっとよいしょ、これはね、購入、あ、いいですね。ごめんなさい、今ちょっと全部出してみますね。よいしょ、先に出しておけばよかったですね。よいしょ、はい、まずこちら、ミニーちゃんのシルエットで、ちょっと花びらっぽいやつ、これザラザラしてるんですよね。このザラザラしてる感じなのは、他の方の動画で見て知ってたんですよ。すごい薄いです、とっても薄い紙ですね。これでまた封筒とかね、作ったら可愛いですよね。これはシルエットのバルーンみたいな感じですね。あー、可愛い。はい、それとこちら、お花の中にミニーちゃんがいるやつですね。いや、本当に可愛いです、これ。いや、すごくいい。で、この片隅にディズニーダイソーっていうね、これがあるんですよね。
すごくいいです。これ私好きですね。はい、こちらとあとね、同じデザインペーパーのモンスターズインクの方も購入してきました。あ、かわいい。ちょっとこちらも今急いで出しますね。よいしょ。こちらね、最初に知ったのはりんこさんの購入品動画を見て知ったんですけれども、この2つは絶対に欲しいなと思って購入しました。あとね、プリンセスとプーさんがあるんですけれども、そちらの方は今回は購入してきてないですね。この2つを本当に欲しいなと思って購入してきました。まずこちらですね。めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いです。これマチ付きのバッグとかにしても可愛いですよね。いやー可愛い。この扉ですね。あ、すごくいいですね。とこちら、私これ好きです。この校長先生も好きですね。校長先生で、あ、違う、図書館のおばちゃんだったっけ。好きですね。でこちらですね。あ、すごい可愛いです。これは袋を作りたいなと思います。とても可愛い。はい、それとこちらですね。この封筒ですね。この封筒もね、いいなと思って購入しました。多分一筆箋もあったのでそれ用の封筒だと思うんですけれども、封筒だけ購入しました。これね、こんな形でやっぱりねザラザラしてて内側はツルツルですね。これ私ね、ここから切ってポケットとかにしても絶対可愛いなと思って。可愛いですよね。はい、そうしようかなと思ってちょっとこちらの方も購入しました。いろいろアレンジが効きそうだなと思って。はい、それとですね、モンスターズインクの一筆箋は買わなかったんですけれども、こちらプーさんの一筆箋ですねを購入したんですが、これは40枚綴りで、はい、じゃあまあこんな感じですね。これすっごく可愛いです。私これすごい見て、もうこれは本当一目惚れで即買いでした。この柄ね、本当に可愛いと思って。これは裏がちょっとこう和紙っぽくザラザラしてる感じ、各面はツルツルです。これすっごい可愛いですよね。全部同じ柄ですね。あとなんか起き上がるっていうか、ポップアップになるメモとかもあったんですけれども、そちらの方は今回購入しませんでした。すっごい可愛い。これこの種このこれこれを買いたくて私今日ダイソー行ったんですけども、まあまあそれ以外が多いですね。はい、あとまだ購入したものがあって、ダクトテープ、新しい柄ですよね。これレトロということでこんな柄で可愛いですよね。これともう一個ダクトテープ、これは英字新聞っていうのがあって、これ可愛いなと思って、はい、で私が行ったダイソーにはもう一つこう見たことがないものがあって、これはレトロですね。さっきのレトロの色違い、これはね息子がね、宇宙好きの息子がこれ見て、いやお母さん買うならこっちやろうって持ってきたんですけれども、お母さん大人だから大人買いするわって言って大人買いしてきました。レトロとレトロは同じじゃんですね。可愛いです、すごく。この英字新聞のねこの茶色いのもあったんですけど、私はこの黄色い方にしました。はい、すごく可愛いです。ちょっといろいろ使ってみようと思います。あと最後ですね
じゃじゃじゃん。じゃじゃじゃん。孫の手です。私ね、左手手術してから、背中のかゆいところに手が届かないんですよね。回らないんです。上からも下からも。で、どうしてもこう手が届かない時に使おうと思って購入してきました。そして肩が凝るのでゴルフボール付きです。これね、ついてるの、これラスト1個だったんですよね。一応じゃん出しときますね。はい、孫の手です。ちょっと活躍しそうですね。遠くにあるものを引き寄せたりするのにも 良さそうですよね。はい、ちょっと一応映しとこうかな。はい、ということで、ダイソーをね、たくさん今回はちょっと購入してしまったんですけれども、本当に新作ね、可愛いものがいっぱいで、ちょっと行くたびに買いすぎてしまうのが反省点ではあるんですけれども、今回も楽しくお買い物できたので、いいかなと思っております。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。